JBBF さん、聞いてみますか。最初に言っておくんですけど、今回の動画はまあ別に JBBF さんの対応だったり、何かを変えろっていうね、主張の動画ではございません。だから安心して聞いてほしいんです。今年のレテン君がまあ関東ボディビル選手権、まあ新人戦に出てね、まあ、優勝した時、鈴木雅史さん、あの伝説の日本チャンピオンですね。鈴木雅史さんが、あ、加賀くんって声かけてくれたんですよね。もともと戸塚ゴールドではよくお話しさせていただいたんですけども、それはね、もう7年近く前の話なんですけども、もしかしたらね、まあ、僕の YouTube 動画見てくれていたのかな、まあ、ちょっと思っちゃいました。だからこの動画も、もしかしたら JBBF さんにちゃんと届くかもしれないんですよね。今回は僕言いたいことを言いますよ。JBBF さん、僕の気持ちを聞いてください。僕はね、JBBF 大好きですよ。もう JBBF の大会しか出れません。日本で所属できるフィットネス団体、まあ、いくつもあるんですけど、他団体に出てしまうと、なんかあいつユーザーなんじゃないかっていうね、レッテルを貼られてしまうかもしれないんですよ。僕みたいな配信業してる人はね。まずこう、声を大にして言いたいんですけど、ユーザーの方を批判しているわけではないです。そういうね、大会の動画を見るの僕大好きです。日頃の YouTube で見る、まあ、ボディビルモチベーションの動画は、すべて海外のユーザーの方たちのね、動画だし、日本のナチュラルフィットネス界の動画は僕全く見ないです。たまに筋トレ界隈の人なんだろうけど、まあ、YouTube 配信されているであろう人のね、名前を言われても、誰って感じで全くわからないくらい日本のナチュラルフィットネスの動画僕見てないです。前置き長くなってしまったんですけど、まあ、要はユーザーの方を批判しているわけじゃないです。ユーザーの方大好きです。僕の価値ってナチュラルであることだと思うんですよね。90キロ前後でボディビルの大会に出る人が日本でどれぐらいいるのかなって考えた時に、まあ、そんなにいないじゃないですか。大体が60キロ台だったり70キロ台じゃないですか。で、僕もね、超バリバリっていうわけじゃないんですけど、それくらいのコンディションで戦える戦法ができるんですよね、僕は。しかもスクワットもね、デッドリフトも300キロ立てるし、ベンチプレスも今シーズン180キロ上げるしね。大体の人は90キロってオフシーズンでもいかないじゃないですか。自分の努力ももちろんあるとは思うけど、両親に感謝なんですよ。僕はこのポテンシャルを薬に染めず生かしたいんですよね。このポテンシャルだからこそ薬を打ち込むっていう選択もあるとは思うんですけども、まあ僕はね、そこまでして筋肉をつけようとは思っていないんですよ。たまにバカみたいに酒飲みたいじゃないですか。もちろんね、ユーザーの方もお酒飲めるんですけど、飲む量と飲むお酒の質は考えないといけないですから、もし僕がね、そうなったらつまんないなって思っちゃうんですよね。炭入ってるからっていう理由で他団体にね行く人もいるんですけど、僕はそんな理由から JBBF にこだわっています。いつもお世話になっています。 JB でもね、まあ、たまにユーザーの方出てくるんですけど、まあ、その人はやめてください。で、先日オールジャパンでしたっけ、パトリックさんの件とあとナースケ君のことで JBBF がちょっと燃えちゃったんですけど、これをね生かして改善していければいいんじゃないですか。 JBBF さん、パトリックさんの件は結局どっちに落ち度があったかというと、僕はパトリックさん側のような気もするんですけど、もう過ぎたことなんでピリピリするのやめましょうよ。ナースケ君の件は彼のね肩を持つつもりじゃないんですけど、 JBBF さんがまあ冷静になってね、一選手を案内できていればまあこんな問題は起きなかったんじゃないかなということで、次回以降気をつけましょう。彼もね、まあ、なんか泣きながら自分の確認ミスって反省してるっぽいんで、まあもうこの話はね終わりにしましょう。おい JBBF、僕が言いたいことはこんなことじゃないんですよ。おい JBBF、なんでマッスルゲートのパワーリフティング部門今年開催しないんですか？そんなに人集まらないんですか？確かに会場の設営超大変そうでしたけど、出てる側のね一方的な意見にはなってしまうんですけど、残念です。動画のね、まあ、ネタもなくなっちゃったしね。去年のギランバレー症候群で入院して、まあ、その後退院した後、愛知県で行われたマッスルゲートのね、デッドリフト部門があったから、僕は目標ができて、日々のリハビリも情熱的に行えたんですよ。で、年末のマッスルゲート新宿大会でパワーリフティング部門ね、まあ、僕出たんですけど、まあ、その大会を盛り上げようと思ってね、崖の上のポニョとデトロイトメタルシティのヨハネ・クラウザー3世のを合体させたコスプレをして、お前も、老人形にしてやろうかってね、めちゃくちゃ叫んだのに、もう盛大にしらけましたよ。ちょっと悲しかった。だけど、マッスルゲートのね、役員の方から多分ね、JBBF にも関係してるだろうし、まあ、ゴールドジムの関係者だと思うんですけど、盛り上げてくれてありがとうございますって言われたんですよ。
覚えていますか？ JBBF さん、あんなに僕に感謝してくれていたじゃないですか。なんでパワーリフティング部門消しちゃったんですか？やっぱり設営にかける労力と時間の割に人が全然集まらなくて盛り上がらなかったんですかね。でもあれはあれで筋トレに触れるきっかけがね、できた人がたくさん出てきたり、大会出ようか出ないか迷ってるけど、服装も自由だし、ストラップもね、つけていいからっていうことで背中を押されて大会デビューする人もいると思うから、やっぱり大変だと思うんですけど、筋トレというのをね、日本に広めるために、やっぱりね、マッスルゲートのパワーリフティング部門も復活してほしいなと僕は思うんです。あともう一個、まあ、これはね、個人的に、まあ、JBBF さんに謝っておきたいことが一つありまして、今年のね、まあ、神奈川選手権のオーバーオールのポーズダウンの時ね、僕、嬉しくって感極まっちゃったんですよ。感極まっちゃって、グラップラーバキのビスケットオリバーっていうね、キャラクターがいるんですけど、さあ、追っ始めようかってね、いうモノマネをしたら、JBBF さんの、なんかマジで偉い方がね、怒ってしまって、あいつを除名処分にするとかしないとかっていう話が出たらしいんですよね。僕も電話で聞いたんですけども、本当にごめんなさい。ちょっと調子乗りました。来年以降は、ポーズ取って、さっさと後ろ下がります。すいませんでした。はい。ということで、今回、最近炎上しがちな JBBF さんなんですけど、一つ提案があります。それは僕と一緒にチンチンカイカイの TikTok 一緒に撮りませんか？絶対面白いですよ。面白すぎちゃって炎上のことなんてみんなどうでもよくなってしまいます。絶対そうです。なので JBBF さん、ぜひ僕とコラボしてください。ご検討よろしくお願いいたします。役員の方でも JBBF の選手の方でもいいんで、よろしくお願いいたします。JBBF さん、僕はいつまでも JBBF の大会に出続けるし、これからも JBBF 大好きですよ。気を落とさずに。はい、じゃあバイバイ。来たぞ来たぞ俺様が、ビン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 、ズコズコバコンコン、ビビビビプペポ細いくんも、愛の爆弾打ち上げろ、俺様にカニカ豚さんホーホケキョ、みんな集まれゴールドジムに、どんなことが起こるかな、それで聞けないウェイウェイウェイお楽しみ。遊ぼう遊ぼう。